M ・ブラックは、イギリスの女性政治家。スコットランドのペイズリー出身で、スコットランド国民党に所属する。2015年5月8日に20歳で、英国庶民委員の最年少議員となった。グラスゴー大学に在学中、2015年、イギリス総選挙において、スコットランド南西部のペイズリー・レンフルシャー・サウス、選挙区から立候補し、労働党のダグラス・アレクサンダーを制して当選した。 ペイズリークロスでの核兵器廃絶のためのキャンペーンで、1994年、スコットランドのペイズリーで生まれる。大学時代に、スコットランド独立運動、イエスキャンペーンに参加。スピーチのうまさで頭角を表す。国民投票で、英国残留派が勝利した後も、引き続き、スコットランド国民党のメンバーとして活動。2015年の英国総選挙にペイズリー。 レンフルシャーサウス選挙区から出馬。現職の労働党で元国際開発大臣のダグラス・アレキサンダーを制し、当選する。女子大生が元大臣に勝利した知らせは労働党の衰退の象徴として衝撃を持って迎えられた。その時はまだ名門グラス号大学で政治学を学ぶ大学生だったが、当選後、間もなく最優秀成績で、 政治学の学位を取り卒業した。2019年の総選挙でペイズリー、レンフルーシャーサウスから再び立候補し50.2%という得票率で圧勝した。バーレはスコットランドの女性名で日本語のメディアではマリ、マイリ、またはメアリーと表記される。スコットランドゲール語ではバリなどとも発音される。EN、ヘルプ、 IPA フォースコティッシュゲイリック参照。イギリスでは2006年の法改正で、非選挙権の加減年齢が21歳から18歳に変更されている。ただし、約350年前の1667年には、イングランドの貴族、第二代アルベマール公、クリストファー・マンクが13歳で、会議員となっている。ありがとうございます。